本当にあの今日は日曜日のゆっくりとされる時間帯にこのようにお話を運んでいただきましてありがとうございます。またあの日頃私国会議員になって6年目1兆円お金出してきたんです。なんとか潰れんようにするためにで、これはこれで有効に機能したんでしょうけど、これからさらに10兆円これを入れます。例えば今度の補正予算も含めて10兆円入れることにしてるんですけど、最近この中小企業庁と話をしてるともう借りる体力なくなってきたと、借りてもやることがなくなってきたという中小企業が増えてるので、これまで11兆円はそれなりに機能したんでしょうけど、これから先の10兆円はですねちょっとこうダブついてくる可能性が、日本の感覚だったら思うのかもしれませんが、しかし諸外国からするとですねこの金額を取ってること自体キーに移っています。したがってあのもう少し教育にお金をかけていくというのが私らが政権を取った時に一つやっていきたいと考えている政策です。最後はこの17ページに行くとスムーズに法律が通りますので、産期の関数がありまして周期の関数、これもしあの周期で中途半端に自民党さんが関数を取らはったら産期で否定するなって今は3分の2はさないね、この前の地方政府でも等々を出さないうちに議会でやりましたけど、これは中途半端に自民党は関数を取ってるから3議に否決なんで3分の1議決できないわけで衆議院でね、法律はもう中途半端とてもありますわな、もうどこなんじゃないかと思ってもらうの、まあ選挙で民主党が過半数取れなかった時かつ自民党が3分の2取れなかった時っていう想定はあんまりしてないんですけど、私らもあの今でもそうだと思うんですけど、その与党と野党が対立するところは対立をして、で最後はやっぱりお互いで、まあ、足して、なんぼっていうかその合意点をね見出す努力をもっとお互いがすべきだと思います。これはもう民主党もそうだと思います。でも自民党と公明党もやっぱもっと折れるとこ折れてこなあかんと思うんですよね。そこら辺ちょっと思います。いや、そうですね。去年の暫定